聖霞寺は、中華人民共和国チャンス商南京市聖霞区に、ある仏教の寺院。南京駅から路線バスで、約1時間の南京の北東22キロに位置する聖霞三世六にある。聖霞寺は、南朝西の永明寺2年に、諸子の民宗商が、自らの居所を改築して、聖霞商社を開いたことに始まる。また、隋から当初にかけて、そう、 明、キラ、総蔵ヨの三論州の首都が、この聖カスミさんの主幹寺や、聖カスミ寺を拠点として、強制を張り、節礼総称と称せられた。F は、聖カスミ寺の全道を造営した。党の高則縁が、九独寺と寺名を改めた。民の後部25年に寺名を、聖カスミ寺に戻したが、真の皆、豊か5年に、 聖霞山一帯での新軍と太平天国軍の激戦により、消失、高所十四年に再建され、1500年以上の歴史があり、南京最大規模の寺である。清には、権立手が第一金両名集山と称賛した。斜里島三門、天皇殿、ビルドの石像の無料殿、間外の仙仏岩石窟がある。無料殿の近くの高台には、 忍術者離島がある。ただし、隋の忍術元年に検討されたものだが、五代十国時代の南島の重修である。秋になると紅葉が見事だという。聖霞紅葉は南京の有名な風景の一つであり、さらに春牛首、秋聖霞とも言われることもある。周辺地域には陸長の頃の領土、石刻がある。 1937年の旧日本軍の南京事件の際に難民約2万人が聖カスミ寺に避難していたとされ2005年8月に聖カスミ寺1937という映画が公開された南京では著名な寺であるありがとうございます